ジャズ喫茶バリエラのおいちゃんです。こんにちは。今日はギターをお届けします。それも女性ギタリストです。この人です。エミリー・レムラのイースト・トゥ・ウエストというアルバムタイトルです。エミリー・レムラ、以前も1枚紹介しました。テイク・トゥというこちらのレコードを紹介しました。はい、エミリー・レムラ1957年生まれ、そして1990年彼女は亡くなってしまいました。32歳ですね。非常に若くして非常に惜しまれて亡くなりました。この今日お届けするレコードは彼女が亡くなってから発表されたんですね。亡くなる2年前、1988年の5月に録音されました。彼女のギターとピアノはハンク・ジョーンズ、そしてベース、ドラム、このカルテットで、録音しました。録音してるのもですね、非常にいいんですね。クリフォード・ブラウンのダ・フォード、それからタッド・ダメロンのホットハウス、そしてなんとスノーフォール、クロード・ソンヒルの名曲、クールジャズの橋掛けとなったマイルスのクールの誕生の前に、1941年にスノーフォールという、もう本当にクールの代表といえるスノーフォールという曲をですね、彼女がオーケストラ曲をですね、彼女がアコースティックギターを使って、その幻想的な曲をですね弾いてるんですね。すごいですよ。今日お届けする曲はスイート・ジョージ・フェイムという弾き語りの女性ボーカリスト、ブロッサム・ディアリーが作った曲ですね。非常にいい曲です。彼女のこの、ブロッサム・ディアリーのこの曲に収録されています。そして以前私が、お聞かせしたこのイリアヌ・イリアスのピアノですね。ここでイリアヌ・イリアスはスイート・ジョージ・フェイムを弾いています。もう原曲が素晴らしいので、もう非常にいい演奏にもなってます。はい、ジョージ・フェイムというのはもちろんイギリスのもうオルガン弾きながらイエイエイとかですね、ヒット曲ありますけど、シンガーですね、そのことですね、ジョージ・フェイム。はい、もう歯切れが良くてですね、素晴らしいでしょう。エミリー・レムラ、ぜひ、覚えておいてください。若くして亡くなったんですけれども、1980年に生涯短い割に出してます、他のレコード。ぜひ、聴いてください。ではエミリー・レムラ、スイート・ジョージ・フェイム、お聴きください。ジャズ愛を。Thank you.
Thank you.